全日本ウェルター級タイトルマッチ、クリストフ・ブルボー VS 山本裕也。赤コーナー175センチ、66.4 キログラム、全日本ウェルター級王者、青春塾所属、山本裕也。重量級ウェルター級の王者です、山本裕也。176センチ、66.3 キログラム、挑戦者、全日本ウェルター級1位、スイス、スクランブル渋谷所属、クリストフ。トップランカー1位として挑戦者になりました、クリストフ・プルボー。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされています。左のインローを放っていく青いトランクスがプルボー、外からのローキックはユウヤが放っていきます。さあ小林さん、はい、山本ユウヤにとっては初防衛戦になりました。初防衛戦にして最強の相手じゃないですか。そうなりましたね。まずどんなあたりから見ていきますか。どうですね、やっぱりレベルの高い、そのこれぞキックボクシングっていう試合が、はい、お互いやってくれそうな匂いですよね。そうですね、山本裕也という存在はとにかく多くのものが求められている、はい、ウェルター級のそのエースとして活躍しなければいけない可能性だけはすごく持っていますよね、はい、それがまだちょっと爆発しきれてないっていう、すごいいいものはもうすごいずば抜けてると思うんですけど、はい、その本人もここのところ熱望しているのが倒す強さということですよね。ああそうですね。11月8日には K-1 ルールでの戦いがありました。オールチャンコン民族戦は倒しきれなかった、判定勝利。あ、圧倒的に有利で進めてはいたんですけれどもね。あそうですか、はい、見てないんだけど。そしてもう早くも38戦目、24歳です。24年これからですよ、もうまさにそうですね、ここでこの一戦をね、はい、乗り越えてもらうと、なんか一皮向ける風格のある王者になりそうな気がするんですけど、最近は世界の強豪、特にそのムエタイ勢との戦い、サムボー、サムランチャー、敗れたけどすごくレベルの高い相手とすごくいい攻防してましたからね、はい、そうでしたね。その最後の爪の部分どう持ち込んでいくのか、ね、期待されるチャンピオンです。はい、高い力を持ってほしいですよね。そうですね、体大きくなってきてるし、スピードも増して力強くはなってきてるんですけどね、はい、やっぱりそういうものはやっぱり練習で倒す練習っていうのは彼に望んでるんですけどね、はい、ああそうですね、小林さんいつもそうおっしゃってますので、倒すトレーニング、はい、それに対するプルボー、こちらはスイス出身、デビューから2年半で初王座戦です。そうですね、結構前からずっと見てますけど、はい、すごくレベルの高い、肘膝、デリの声の肘膝ってよく言ってたんですけど、まあ、一時なんかやっぱりスランプというか、はい、低迷した時期もあったんですけども、それがあってこそ、はい、なんか嘘のようになんかたくましくなって帰ってきましたよね。そうですね、すごくなんか怖い存在ですね。3連敗というのがありましたが、そこから立て直して再びここまでたどり着いています。さあ第1ラウンドの印象どうでしたか。そうです、お互いまあお互い自分のなかなか距離の取り合いとかペースの切り合いみたいな感じで、今のところ互角だと思うんですけど。なるほど、こちらは王者サイド、クリストフの肘がいつ爆発するかちょっと怖いですよね、はい、膝パンチ、そして力強い肘があります。それをかいくぐって倒すところをねちょっと見せてほしいですね、はい、さあ戦いは中盤になります。第3ラウンド、サウスポースタイルからプルボーがプレッシャーをじりじりとかけてきます。スクランブル渋谷、内田康弘代表譲りの肘、そして左は縦肘で入ってきます。小林さん、あの縦肘というのはあのガードを壊す役割もあるんですね、はい、そうですね、距離を取ってから潜って左ボディは優也、縦肘も横から打つ肘も全部ガード壊すやつね、はい、ガード壊しといてパンチで仕留めるとか、肘は別に